はい、えー、こんにちは。即歌塾の久保です。あの、サムネイルにありますように、まあ、以前ね、堀江貴文さんが、あの、ある人のツイートに反応して動画を撮っていたんですよね。まあ、それがですね、えー、12年間勤務して手取り14万円という月給だと嘆いてる人に対してなんですよ。で、これに対して、えー、堀江さんは、お前何も考えずにそんな仕事をしてるお前が終わってるんだよ、みたいなことをね、えー、言いましてね、 あのー、きっとこれはね、14万しか給料が出ない日本の社会を本当にね、嘆いて、堀江さんなんとか世界を変えてくださいよ、みたいな意味でツイートしたと思うんですけども、そこにクロスカウンターを食らわしたのが堀江さんだということなんですよ。まあ、一見すると、堀江さんなんて人の心がわからないやつなんだっていうことに捉えられる方もいると思いますけども、ちょっとこれについてね、何度も何度も私も解説してきましたけども、今回も改めて解説していこうかと思います。 えー、堀江貴美さんがお話している反論のまあね根っこですけどもこのツイートをした人12年間を手取り14万円に結びつけて日本が終わっているっていう風に極論してるところなんですよね個人的にたまたま自分だけが手取り14万もしくは自分と同じような状況の人がある一定数いるだけで日本が終わってるっていう風にするのは違うかなっていうところだと思うんですよで堀江さんはね なぜそれを当たり前のように言ってんだと。手取り14万円が12年間続いてこれからも手取り14万だっていうふうにそれを当たり前だと思っているのは誰なんですかと。お前でしょって話なんですよ。さらにそれがどう日本が終わっていくんですかってことなんですよね。手取り14万の給料を12年間もやらせてもらってるっていうことをありがたいと思う方向もあるんじゃないかなっていうことだと思うんですよ。つまりはそういうお前の考えの方が終わってるだろうっていうふうに言ってるわけなんですよ。 まあ例えばね年功序列が当たり前だから10年以上勤務したら給料はどんどん上がっていくだろうだから手取り14万はおかしいよねっていう発想はもう今は違うよってことなんですよさらにこうも言ってます現状に不満があるなら特に難しいスキルね弁護士とか医師にならなくても、まあ、少なくとも月14万以上の金は稼げるんじゃないかなっていうふうにもアドバイスしてるんですよねスキルの習得とか機材の取得とかね比較的容易にできるよと 今はどんなものも安いしチャレンジできるし何なら稼ぎ方なんて無料でいくらでもててるよってことなんでですよでもこれを言うとね多くのできない論者の人はあの「それができる人はいいけれどこっちはできないから悩んでんだよ」「時間もないし手間もかけらんないじゃん」みたいなねそんなことを言ったりしてるんですよまあ多分ねそういうふうに思う方も多いでしょう。まあ、けど堀江さんは前置きとしてそういうふうな人たちは情報を積極的に入手したり。 正しく理解する能力に欠けている。だからツイッターみたいな発言にこう飛びついちゃうんだっていうふうにももう言ってるわけなんですよね。で、ここから考察するにね、考察するに、あの、時間がない時間がないって言ってる人でも、お前今俺が喋ってるこの動画見てんだろうとかね。ここでツイッターに投稿できてんじゃん。ということはネットにアクセスする環境もあるし、そこに書き込む時間もあるし、 そそれをそんなことね嘆きをつぶやくんじゃなくってインターネット上に落ちてる情報を取りに行くっていうふうな発想に変えていけば情報はあまあ掴むことができるよと少なくとも可能性を探れよとお前の人生だろってだから日本が終わってるとか日本をどうにかするなんてことは誰にもできないよとむしろもう俺の人生終わったら日本のせいだって言ってる人が集まるから日本が終わっちゃうんだと、まあ、そういう意味が私は読み取れると思うんですよね でさらにね堀江さんっていうのはこういったちょっとした無名の人のツイートに取り上げて細かく説明してるぐらいなんですよねだから意外に無関心じゃなくてうんなんか熱い人なんじゃないかなと思うんですよで堀江さんなんてお金稼いで何やってるかって言ったらなんか誰にも頼まれてないロケットなんかやってるわけですよロケットですよどんなな上場企業の重役がロケットやってますなんかその会社のミッションをやることに精一杯で人生終わっちゃうじゃないですか だからね、あの、命令があったことだけやってるんですよ。で、堀江さんは誰かしら、誰からかロケット作れなんて言われてないんですよ。自分の発想でやって必要な資金を稼ぐために様々な活動をしてるわけですよね。まあ、以上のようなことですけども、堀江さんはさらにね、え付け加えてこうも言ってます。逆のことも言ってます。まあ、めんどくさいなら別に手取り1 0万でもいいじゃない。ね。 そういう生き方もできるんじゃないのと。今はサービスは無料で落ちてるし、楽しもうと思ったら地方でもゲームもできるし、えー、ビデオみたいなコンテンツもね、無料同然で見れるでしょ楽しく生きていくこともできるよ、と。多分、楽しく生きていこうというふうに決めれば、工夫すれば、そんなにね、毎月50万、100万なんていらないよ、と。うん、10万もあれば十分じゃないのと。食べて飲んで、たまに贅沢して。だから、この手取りでも、楽しく人間関係作ったりとか、 面白おかしくく、生きてていいいそういう思考に掘り下げていけばいいんじゃないのと。どちらにしても稼ぐ方向にしても現状維持で楽しむ方向にしてもお前は思考停止に陥ってるんじゃないかなというふうに、まあ、厳しくもま最、あ、も,もな指摘をねされてるんじゃないかなと思いますけどもね皆さんどのようにお感じでしょうか皆さんは今の手取りで不十分ならどうしますかともっと稼いでいくために、まあ、知恵を絞るのか情報を取りに行くのか それとも今の稼ぎでもっと幸せが膨らむように有効な人生の使い方をするのかどちらでしょう少なくとも不満をきんでる書き込んでいる暇は何もないと思うんですよ。